どうもこんにちは、カルムコーヒーです。本日なんですけども、タイトルにもあるように店内で使っているカップをですね、新しくしましたので、今回はそれのご紹介というか、それに対する僕の愛を語っていこうかなと思います。うちに来てくださるお客様は多分器への愛をだいぶ僕からね聞かされているとは思うんですけども、改めて今回動画にしようかなと思って、お話ししています。で、3つ並んでいる通りですね、こんな感じのカップを3種類有田焼の職人さんにですね作っていただきまして、形もこの色も全部世界に一つだけのカルムコーヒー専用の器になってます。お店をオープンする前からずっとですね、こういう取っ手がないあの湯飲みみたいな形のカップにですねすごい憧れがありまして、で実はずっとネットを見漁っていて、でも開業前にどうしても自分の好みに合ったその器を見つけられなくてですね、で結局、飯星由美子さんとハサミポーセリンというマグカップをですね、ずっと使っていたんですけども、でもちろんその2種類も愛着があって、全然使っていて後悔とか全くなくて、むしろすごい良かったなと思ってるんですけども、やっぱりお店をオープンして、もうすぐ2年経つという時に、取っ手なしの僕が理想としている器、お店で実際に提供したいなっていう思いが強くなってきて、で今回作ってもらったわけですね。色味とか形とかいろんなことを紹介したいんですけども、まずこの器を作ってもらうに至ったそのストーリーをですねお話しすると、これを作ってもらおうと思ってからいろいろ検索してみたんですね。でインスタグラムとかカフェ、いろんなカフェとかを見漁って、でもなかなかしっくりくる、こういう取っ手なしのカップがなかなか見ていてもしっくりこなくって、である時新潟のカフェで山の下コーヒーさんっていう、僕がずっと前からフォローさせていただいてるコーヒースタンドがあって、そこで使っているそのカップとソーサーがもうめちゃくちゃドストライクすぎて、で面識とかもちろんなかったんですけども、ずっと気になってて、で似たような形のを検索して Amazon とかいろんなネットで見たんですけども、やっぱりその形ってなくて、どこで売ってんだろうとかすっごい気になっちゃって、で気になったらもう止められないタイプなんですよ。一個気になったらもうどんどんこう追求しちゃうというか、突き進んでしまうタイプなんで、いや面識もないけどちょっと DM を送ってみようかなと思って、インスタグラムの方から DM をそのお店に送ったんですね。で帰ってこなかったり、既読にならなかったりすることも大いにあるから、その時はその時でしょうがないと思っていたんですけども、結構すぐ山の下コーヒーさんの店主さんが、返信してくれて、まさか僕もすぐ来るなんて思わなかったんで、めっちゃテンション上がったんですけど、カップとソーサーはどこのですかっていうふうに聞いたんですけども、そしたら、その有田焼の職人さんに実は作ってもらっててっていう話をして、僕の取引先 そのシングルオージャパンでも実は同じ作家さんに作ってもらったカップを使ってるんですよっていう話をして、そちら経由で話を聞いてみるといいかもしれませんって紹介してもらったんですね。でじゃあありがとうございますということで、もう親身にね答えてくださって本当にねありがたかったんですけども、そこからシングローさんに連絡して、でそこで有田焼の職人さんの岩永さんっていう方を紹介してもらって、でインスタグラムも教えてもらって、でそこで直接 DM をして、でこういう経緯があってこんな器を作ってほしいというふうにオーダーして、で作ってもらったっていうストーリーがあります。僕は結構ね考えて動くタイプではなくて、思いついたりしたらすぐ行動してしまうような結構ちょっとつ盲信なところがあってですね、それが悪く出ちゃう時も多々あるんですけども、今回ばかりはすごくいい方に出たなと思って、で行動してみるもんだなと思ったんですけども、そんな経緯でこの器を作ってもらったんですよね。このサイズ感なんですけども、スターバックスでいうとショートサイズがぴったり入るぐらいの 240mm というサイズで、僕個人的に多すぎず少なすぎず、スタバのショートサイズが一番飲んでて心地よかったので、そのサイズにしようということで 240mm のサイズ感にしてます。で
色もすごいこだわりがあって、まあ、黒と白は作ってもらおうと思ったんですけども、一番こだわったのはこのカーキですね。はい、これですね。このカーキ色がすごいこだわってて、ちょっとツヤがあるんですけども、カーキを出すのが、その職人さんもカーキのオーダーをいただいたのが初めてみたいで、結構あ面白いですね、ちょっとチャレンジしてみますって言ってやってもらったんですけども、何回も何回も試作してもなかなかこのカーキの色が出せなかったんですよね。ですごい苦労させてしまったんですけども、結果的にいろんなサンプルもいただいた中で、この色がいいですっていう風に言って、でこうやって素敵な、すごい素敵じゃないですか。この色を出すのめちゃくちゃ難しいらしいんですよ。なんですけど、この色をしっかり出してもらって、まあ、僕が好みのね、抹茶っぽいというかちょっとマットな色のカーキを見事表現してくれて、このカーキ色もできたわけなんですよね。白と黒は質感も結構マットな質感なんですよね。そう、ツヤがあんまりなくって、触った感じも、まあ、すごいツルツルして気持ちいいんですけど、ちょっとマットな質感のカップになってます。でカーキもマットな質感で一応お願いしたんですけども、どうしてもこの色味を出すためにはこうちょっと艶っぽくなってしまうということで、こっちだけちょっとツヤツヤしてます。なんですけど、やっぱりこの色味がどうしても使いたかったので、まあ、ツヤありで全然いいですっていうふうに言ったんですけども、まあ職人さんもだいぶ苦労させて作ってもらったカップなので、めちゃくちゃめちゃくちゃ思い入れが強いです。はい、でやっぱり未だにね、作ってもらってもう1ヶ月ぐらいで、お客様に提供を始めてからちょうど1ヶ月ぐらい経ってるんですけども、毎日僕も見てて飽きないし、で毎日これでコーヒーとラテを入れて飲んでるんですけども、やっぱりねすごくいいです。そうやって思いが詰まったうちだけの限定商品っていうのもありますし、このなんて言うんでしょうね、取っ手なしのカップで飲むコーヒーとかラテっていうのがなんかこう美味しく感じるんですよね。温度感もしっかり手に伝わるからか、こう一口一口飲むごとに、こうなんだろうな、すごく穏やかな気持ちになるんで、それはまたうちの穏やかっていう、カルムのカルムは、カルムコーヒーのカルムは穏やかっていう意味なんですけども、まあ、そういったコンセプトにもすごいマッチしてて、まあ、色形で飲み口っていうのもすごくね計算され尽くして作ってもらってるんで、まあ、めちゃくちゃやっぱり思い入れもあるし、美味しく感じる、そんな器ですね。すごくいいなって思ったのが、これね、黒マットを見てもらうと結構分かりやすいんですけど、マットな質感なんですけど、中はねツヤツヤのこれ白になってるんですよ。でこのツヤ感と白っていうのがめちゃくちゃ良くて、中が白だと、なんだろう、コーヒーもやっぱり綺麗に見えるし、アートも綺麗に見えるし、でこのツヤ感があることでラテアートもなんかちょっとね注ぎやすいんですよね。まあ、このボール卵型の形っていうのがいいのかもしれないんですけど、アートもすごく描きやすくて、色味とか形とかだけじゃなくてかなり使い心地がいいんですよね。なんでバリスタ目線で見てもすごいいいカップだなと思いますし、で洗いやすいんですよ、すごく。このツヤがあることでツルッツルッツルッっていう感じで、これね言葉で表現するの難しいんですけど、めちゃくちゃ洗いやすいんです。なんで使い手のこともめちゃくちゃ考えて作ってくれてる器だなっていうふうに思いました。さらに言うと、このソーサーがですね、もうめちゃくちゃ良くて、これすっごい軽いんですよ。今まで使ってたものが、まあ、結構陶器でずっしり系だったっていうのもあるんですけど、これ本当見た目以上にすごい軽くて、ソーサーの底がこう丸い形にこうちょっとポコってへこみになってて、そのへこみにこのカップの裏側がちょうどぴったりとフィットするようになってて、こう置いた時のこの絶妙にこう真ん中がくぼんでるんですけど、こんな感じでくぼんでるんですけど、そこにうまくこうフィットして、本当になんか見た目的にも絶妙なバランス感になるんですよね。なんで軽いんですけど、もう片手でこうやって持ち運びとかもスムーズにできるっていうのが、もうすごい使いやすくて、でお客様もこうやっぱりね、こう操作を持ったりとかしても全然飲みやすくて、
もう飲み手のことも、まあ、使い手のこともめちゃくちゃ考えて作られてんだなっていうのが、今回初めてこうオリジナルのカップを制作してもらうにあたって改めてあの作家さんってめっちゃすごいなって思った点ですね。本当にいいんで、ただこうやって眺めてるだけでも正直癒されるんですよね。これは器好きの人じゃないとわからないと思うんですけど、で、まあ、お客様用に今は販売とかしてないんですけども、あのお客様用に販売とかしてもいいなっていうくらいのとんでもないクオリティの、まあ、僕の好みにドンピシャなカップを作っていただいちゃったので、まあ、ちょっとねそのうち販売もできるようにお願いしようかなってちょっと今思ってますっていうぐらい、もう変態的な感じでね、このカップだけに関して、そのこのカップに関する愛をめっちゃ述べちゃったんですけど、それぐらいこのカップだけでもうどん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 もう言葉が出てくるんですよね。お客様にもねこれで提供できることにすごい喜びを感じています。やっぱこう出した時にお客様がわー可愛いとか、すごい使いやすいですねとか、あ素敵な器ですねって言ってもらえるのがもう僕もすごく嬉しくて、ほんと素敵なソーサーとカップでしたね。はい、というわけでこんなね、長々とカップに対してのちょっと愛を語ってしまったんですが、今回の動画は以上です。またなんかね、器に関することとかなんかあればちょっと撮っていこうかなと思うんですけども、はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。